はい、皆さんこんにちは、ワナルグリッシュです。今回信長の野望創造戦国立志で井伊直親でプレイをしていたんですが、すでに井伊直親29歳にて死すということで、その跡取りでのプレイになります。でですね、跡取りといってもまだ5歳のまだ青年になっていない、そんな武将でのプレイになるんですが、こいつの名前がいまいちわからないということでですね、確認しました。道俊です。いい道俊、ジップはいい直親ということになります。ではこちらでプレイを継続していきましょう。で今回はですね、特に主名としてどこを攻めなさいというのはないので、宇都宮、こちらですね、有岡城を攻略していきたいと思います。で有岡城の攻略にあたってはですね、まずは何といっても超有力武将長宗我部元親、元親がちょっとどういう経緯で宇都宮家に仕えているのかわからないものの、宇都宮にいるこの元親を寝返らせようと思ってます。で密約がなった上でこの有岡城攻めをしていきたいなと思います。さあ3ヶ月間の間こちらに寝返ってくれるというのが確約が取れましたので、この状態で有岡城に向けて出兵していきましょう。もうすでに今川の家臣団の中で間違いなくトップの力を持っているこの井伊家なので、ここはね、軍勢を惜しみなく出していきましょう。出るとするか、皆我に続け戦場へ参る。かつ元親が何といっても寝返ってくれてますからね。表情を始めます。先月の終始です。元親が寝返ったことによって、勝利は確実なものになりますね。あとは前線の城に関してはきっちりと回収を入れていきます。加勢いたす、参るぞ。助立ちします、助立ちします、加勢いたそう。さらに村重が、荒木村重が不戦に応じてくれるということなんで、ここも不戦の使者を出していきましょう。やっぱ調略が効いてくるとかなり戦いやすくなりますね。ここはバシバシ調略の密使を至るところに送り込んでいきましょう。和豊もいるな。和豊もじゃあ一気にこちらの味方に引き入れていきましょう。加勢いたす。お助けいたします。お味方が捕らえられました。かかれ。お助けいたします。そしたら本願寺攻めで武将が捕らえられてますので、救いに行きましょう。承知いたしました。表情を始めます。報告いたします。このまま本願寺も落としちゃえばいいんですけど、なんといってもね、その自分の領地にならないっていうところがね、ちょっと積極的になれない一因にはなってるんですが、牧島城に観音寺から別所を入れていきましょう。表情を
を始めます。報告いたします。あとは内通の使者を送って謀反を起こさせますか。即座に当家の配下となるように内通します。内通させましょう。これでうまくすれば式三条がこちらのものになるわけですね。いやー、久秀は使えるな。信長が松永久秀を一度裏切っても見逃した理由がよくわかります、ね、よし、これで式三条がこちらのものになったか。ただ松永久秀自体はこちらの配下にいきなりなったというわけではないんだな。そうか、いきなり宿老から始まるんじゃなくて、か一から出直しなんですね。一応そこに関しては利通は、てっきり利通はいきなりその直親の地盤を継いでトップクラスのこの地位を築いているのかと思いましたけど、軍大スタートでしたね。今軍大に昇進しましたということは。こいつは誰だ。三好か、狙い撃ち持ってるんだな。ここはもう力攻めで城を落としたいけどな。石山諏訪に関して言うとかなり城の規模もでかいので、このまま行くと城へ戻る。騎乗するぞ。兵の数がちょっと足りないかなという感じになりますね。なので増援を出していきましょう。石山諏訪はもう落としましょう。でだ、ここからポイントになってくるのがいかに武将をもらっていくかなんですが、人材でいうと松永久秀欲しいけどな、まあ、この信長長秀利家クラスはとてもじゃないけどもらえないな。松永久秀はそもそも出てきてない感じになるかな。五右衛門とかだったらもらえますね。長政ももらえるんだ。浅野壇上長政の方ですね。ここは松永久秀は城代になってるからもらえないんだな。じゃあちょっとこのまままだ様子を見ましょう。まずは石山諏訪を覗いておくことです。お見せしましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。で、兵糧の数はというとまだあるね。出陣するぞ。腕が鳴るぜ。止まれ。で、石山諏訪も落としたか。騎乗する。騎乗します。で、次どこを狙っていくかだよな。まあ、武田も相当でかくなってきてるし、北条もでかくなってきてる。で、このまま今川家臣としてとりあえずもうしばらく様子を見たいけど、このまま戦い続けてもきっとこちらの城が増えていくってことにはならなそうだな。表情を始めましょう。新たな攻略目標をもらいたいところですね。どうしようかな。どこを攻略したいか。
山田に関してはもう取られるのは時間の問題だな。となると鈴木かな。切り取り次第にさせてもらえるんだったら鈴木がいいけど、鈴木の戦力はというと味方が今久秀2000、森重7000で攻めていて、味方がこんだけかで、半兵衛も攻めているとなると、とてもじゃないけど落とせる感じがしないな。であれば次攻めるのは裏上かな、違う、アマゴですね。アマゴを攻めましょう。ということで提案攻略アマゴを攻略させてもらいましょう。でアマゴの家臣をごっそりもらい受けましょう。違う違う、裏紙になってるな。まずはアマゴでいいんだよね。アマゴは攻められない。ちょっともう一度全国マップで確認しましょう。この三井市場に関しては既にどっかが攻略対象にしてるな。さては、いやこれは邪魔くさいな、非常に邪魔くさい。どうしようかな。そしたらまず密談の使者を送るとしても、浮田忠家かで、ここは戸川、雨子には送れないのかな使者は。浮田直井な、浮田直井はどうしても欲しいな。なので裏紙の攻略を願い出ましょうか。さあこれで裏紙攻略ができるようになったので、そうだな、攻略するための目標としては武田城を拠点にまずは津山城を取るっていうのがいいかな。で五着からも兵を出していきましょう。武田城を経由して津山城、津山城になっちゃった、津山城で、三木城からも、三木城は自分たちの配下になってないな。となると矢上もみ、この辺りはちょっと兵を出せないな。となるとやっぱり末森城から利通自ら出陣していきますか。兵12300を率いて天神山城に出陣していきましょう。ちょっとこれで敵の勢力図的なところをちょっと見極めましょうか。どれくらいの軍勢が出せるのか。優秀な家臣はいくらいても構わないんですからね。来るべき独立に備えて城は着々とでかくしていきましょう。城がでかくなればその分兵力も増えてはいきますからね。お、勝豊が寝返りに落ちるな。室津に13000で雨子から出陣だな。なるほど、室津が手薄になるとまずいというわけだ。で出陣します。ご命令ください。今更密談の使者送ってもしょうがないけど、
一応和豊に寝返りの要請を出しましょう。でだ、明石、まあ、この辺りは抜かりなく不戦に応じてくれそうな敵武将は口説けるだけ口説いておきましょう。その方が落としやすいですからね、城を。これだけ勢力がでかくなるとその調略の効果も高くなってきましたね。で問題の室津だ。室津に雨御隊が山中鹿之助、長船合わせて1万ちょっとか。ちょっとこの1万ちょっと支えられる兵力は残ってないので、八神城あたりから軍勢を出していきましょう。出陣するぞ。出陣します。出るぞ。いざ参ろう。表情を始めましょう。先月の終始です。でそうなると内通の使者を出していきますか。明石武則、こやつにも数正を派遣しておきましょう。出陣するぞ。出るとするか。なるほど、今南城隊に足止めを食らってるんだな。このまま単身で攻めるのは危険だ。まずは毛利の南城隊を撃破しましょう。出陣する。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。さっきその松永久秀は謀反を起こさせましたけど、引き抜きした方が確実に味方にはできることが分かりましたね。なのでそのあたりは謀反よりも引き抜きを使った方がきっと武家プレイでやってるときはいいかもしれないですね。大名のときはね、もちろん寝返りにしちゃった方が、謀反にしちゃった方がいいのかなっていう気もします。承知いたしました。かしこまりました。津山城が毛利に攻められてるのか。ご命令くだされ。報告いたします。このまま行くと報告いたします。あと武将の数でいうと三井市場に関しては明石隊が結構寝返ってはくれるか。ちょっと内通の確認をしましょう。明石は影道、影近かな、はまだ付箋までか。付箋までだったらまだそこまで。我が策で勝利をつかみます。付箋じゃないんですよね、今求めてる。戻る。いざ参ろう。出陣する。出るとするか。
表情を始めましょう。報告いたします。ちょっと津山城の状況がどうなってるか確認していきましょう。津山城は誰も応じてくれないが、だったら津山城は力攻めにしましょう。兵力がちょっと足りないな。何？ここは敵としては清水宗春がいるのか。利通の軍勢1万いたとしてもこれはちょっと厳しいので、一旦そうだな、武田城まで引きましょう。津山城の攻略は難しいな。で、直井は寝返りに落ちると。じゃあ直井は早速、いやー寝返りよりもやっぱ引き抜きの方が確実なんで、もうちょっと待ちましょう。で、その上で一気に持ち込んでいきますか。で、津山城はなんとか不戦に応じてくれる状態にまで持ち込んでから城攻めに入りましょう。で、三井市場が落ちたか。ご命令くだされ、報告いたします。今派遣している調略隊のところ確認していきましょうか。まず明石は寝返りにも応じる。なるほど。ってことは高田城は攻めやすいね。で、備中高松城も不戦には応じてくれると。で、下津井だな。問題は下津井に起きた直家がいつこちらに寝返ってくれるかだけど、下津井を攻めるには結構いろいろ迂回しなきゃいけないのか。ちょっと厳しいかもしれないんでやってみましょうか。どうしても浮田は欲しい。他に取られる前、あなた方はもう終わりですね。敵将捕らえました。ご命令下され。先月の終始です。で、直江も出陣しているこの状態で内通させましょう。ああ今はそうか、城に入っていないのでこのままだと無理か。我が戦お見せしましょう。ちょっと一旦ここで待機させましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。毛利もだいぶでかくなってきてるな。早めにこの下津井をなんとかしたいけど、謀反させたいけど、謀反させると当家の配下となるけど、当家と言ってるのは今川であってこちらじゃないんだよな。一旦兵を返しましょう。
や、北条と武田もだいぶでかくなってるんで、そのスピードに負けないように勢力を拡大していかないと。表情を始めましょう。先月の終始です。この状態で方々に内通の使者を出していきましょう。まず直家はそもそも密談をもう一度し直さないとダメだな。で他はというと内通させていくと不戦かで津山も不戦か、引き抜きできるな。立原は引き抜きましょう。でこの状態で総攻めをかけていきましょうか。出陣する我が戦、お見せしましょう。出陣するぞ。出陣します。出陣するぞ。出るとするか。出るとするか。ご命令を報告いたします。先月の終始です。だいぶ寝返り、あるいは不戦に応じてくれる武将がいたはずなので、このまま取れるだけ城を取りましょう。雨子っていうよりかはやっぱり、ね、裏髪を攻めたいところであるんですよね。ここが大激戦になってるな。討ち死にしました。討ち死にだと表情を始めます。報告いたします。まあ力攻めをするとね、あんまりいいことはないですからね。やっぱりその討ち死にしそうになったらきっちり、討ち死にっていうか壊滅しそうになったらきっちり兵を引いてあげるっていうのがいいかなとは思うんですけど、まあ、直家はもう謀反を起こさせましょう。ご命令を報告いたします。先月の終始です。下津はね欲しかったんだけどな。下津っていうか直家が欲しかったんだけどな。直家はもらえなかったから。何壊滅するな津山城攻めの部隊が。しかも後ろからも宗春がご詰めできてるのか。厳しい戦いだな。三つどもえになってますね。毛利と浦上とそして今川で。ご命令を報告いたします。先月の終始です。天神山城も今川本家にかすめ取られるな。
笛が弾けるなら弾きたいな。天神山城が誰のものになるか、張り付き具合を見ると今川本家義元の配下になっちゃいそうだけど、いや天神山我が方の城になったぞ。これはでかいな。よし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 。で下津が浮田直家家になってんだよね。これがね、この井伊家の配下に加わってくれてればだいぶ心強かったんだけど、そうはいかないか。まあでもだいぶ大きくなったけど、いやこれはなんだ、武田が飛び地的に城を増やしてきてるな。うん、まあちょっと考えもんだけど、武田と今一戦交えるわけにいかないしな。武田とね、その家を北条が争い始めてくれると非常に戦いやすいんですけどね。はい、というわけで、ちょっと長くなってきましたので今回はここまでにしたいと思います。